秋山くん、秋山くん。はい。まったく呼ばれたらすぐ来たまえ。すみません。こないだ君が出したあのテーマパークの企画あったろ、あれな。はい。ありゃボツだ。そうですか。それよりね、君先方の評判良くないよ。あ、悪い水江ちゃん、お茶もらえるかな。はい。まったく、お茶入れるために会社来てるんじゃないっての。荒れてるね、水江。いつものことじゃん。ところで太平、あんたまた別れたんだって。振ってあったのよ、あんな優柔不断の最低男。あんたがはっきりしすぎるんじゃないの。はっきりしなきゃいつまでも結婚なんてできないわよ。秋山さん、お湯沸いてるでしょ。すいません。いつまで喋ってるつもりなの。仕事の時間でしょ今は。すいません。まったく近頃の若い人は。また母さんが見合いの写真送ってきた。撮らないの。出たくないの。切れちゃった。別にいい。疲れてるな。ここだよ。まさか。ねえ。まさかじゃないよ、僕が喋ってるんだ。仕事が忙しすぎるんだわ。寝よ。ねえ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 、ちょっと話を聞いてよ。熊の話なんか聞けないわよ。待って、そりゃひどいんじゃないの。僕のこと忘れたの。うわあだ。僕は君のいあんど変態グマ。僕たちビータンプータンの中じゃないの。伊勢はどこに行くにもプータンと一緒ね。うん、兄たんね、大きくなったらプータンと結婚するの。でもなんでぬいぐるみが喋るのよ。明日病院へ行こう。とにかく僕はミータに大事な話をしに来たんだから。プロポーズなんて言わないでよ。そんなんじゃないよ。とにかく大変なことになってるんだよ、トイズボックスが。トイズボックス。そう、僕たちの住む世界、トイズボックス。で、そのおもちゃ箱で何が起こったのよ。とにかく来てくれればわかるよ。ちょっと、行くって。何よこれ。夢だったのかな。夢じゃないよ。何よ、あんた大きくなってない。伸びてる場合じゃないよ。さ、行こう。ちょっと待ってよ。変なものがいっぱいあるね。早く歩かないと日が暮れちゃうよ、ミータ。あんたね、ミータミータンって言うのやめてよ。私もう25よ。
クマにミータンなんて言われたくないわよ。ミータン、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 ミータン。このこのクマ。もう冗談じゃないっての。性格尖っちゃったな、ミータンは。大人になったって言ってよ。行ってみよう。大きいミノムシ。違うよ。でもなんでこんなになってるのかしら。それはね、このテープをたどっていけばわかるよ。ちょっと助けなくていいの。うわ、なんなのこれ。 Long time no see、 水へ。この声なんか聞き覚えがある。そりゃあるだろう。毎日君にミーの美声を聞かせていたんだから。はあ、もしかして私がちょぎった英語のテープ。思い出してくれたかい。なんでそんなことしたの。だって母さんが毎日毎日聞かせるんだもの。頭にきてつい。ミーはこの時を長年待っていたよ。何をする気よ。別に、ただミーと英語で会話してほしいんだよ。もちろんできなかったな。大丈夫なの。任せて。一応英検2級よ。 Have your English improved? Only a little. That's good. You are the worst student I've ever heard. But you have a little southern accent. Who taught you?What's wrong, Mizue? どうしたの、ミータ。会話が早すぎてわかんないのよ。あら。What will you do? Now, come on! ハッキン! Ow! なんという下品だ! これがミーの生徒であったとは! 二度とミーの前に現れてくれ! Never come again! なんて言ったの?大人の会話よ。ああ、苦しかった。リコちゃん。水江ちゃん。久しぶり。うわあ、ほんと変わってないわね。その頭大きいとこも。ほっといてよ。ところで水江ちゃん、やっぱり魔王退治に来てくれたのね。魔王?魔王?あれ言ってなかったっけ。言ってないわよ。実はその魔王の力でトイズボックスが消滅しかけているので、ブータンがあなたを呼びに行ったってわけ。帰る。一人じゃ元の世界に帰れないよ。私にどうしろっていうのよ。ここはミータンのおもちゃ箱だよ。だからミータンが何とかするのは当然でしょう。それに僕たちの力じゃ何にもできない。何か魔王を倒す方法知らないの。知るわけないでしょ。そんな言い方ひどい。水江ちゃん、何も泣かなくても。水江ちゃんはいつもそうだったわ。え、これ見てよ。あの時抜けたのが未だに治んないのよ。じゃあどうすればいいのよ。魔王を倒して。分かったわよ、もう。ブイブイ。ねえ、いつまで歩けばいいの。魔王が出るまでさ。出るって、魔王ってお城とかに住んでるんじゃないの。突然現れるんだよ、魔王は。ちょっと待って、私仕事があるのよ。そんなのんびりしていられないわよ。もうせっかちだな。仕事なんだからしょうがないでしょ、うん、そうだ、ね、この世界にヒーローとかいないの。ウルトラヘブンってなんで私のおもちゃ箱にいるのよ。ミータの弟が間違って入れたんだよ。ま、とりあえず。うわっ、ウルトラヘブン、私たちと一緒に魔王を。アンヌ、実は君に黙っていたことがあるんだ。僕は
人間じゃないんだ。分かってる。僕は M78 星雲から来たウルトラヘブンなんだ。明けの明星が輝く頃、僕は自分の星へ帰らなくてはいけない。あなたは戦うのが怖いんでしょう。何を言う。僕は平和主義者の菜食主義者だ。ヒーローでしょ、恥ずかしくないの。僕は本来ここの住人じゃないんだ。なんでこの世界を救わなくちゃいけないんだよ。それに僕は今の生活に満足しているんだ。でもさあ、もういいだろう、帰ってくれ。おお、なんと美しい。ちょっと顔が大きいけど。うるさいわね。お嬢さん、何なりと私にお申しください。私はあなたの愛のしもべです。じゃあ一緒に魔王を退治してくれる。もちろんです。ウルトラヘブンの名にかけて。ねえプータン、この辺で休憩しない。まだ先は長いんだよ。それにこうしている間にも魔王が出てくるかも。プータン、なんか言った。リコちゃん、本当に魔王を倒せるのかしらね。どうしたの。いや、今日がミータンとの終夜かと思うと。うまあ。あれ、ああ、私も変わったわね。ブータンを平気で叩いちゃうなんて。ねえ、ずっとこの世界にいようかな。いつまでもブータンたちといたいもん。いっそのこと本当にプータンのお嫁さんになろうかしら。まあどっちにしても魔王を倒さないと。魔王本当にいるのかしら。こんなにのどかで楽しい国なのに。魔王は突然やってくるんだ。私も突然襲われることがあるの、空虚と絶望にね。ねえプータン寝ちゃったの。
突然逃げ出すなんて。震えが来るんだ。あの姿、あの声、弱虫と笑いたければ笑うがいい。だけど僕はとても戦えないよ。戦わなくても仲間を見捨てるなんてひどいわ。仲間？バカな、僕はよそ者だ。いいえ、違うわ。あなたは立派なトイズボックスの住人なのよ。私たちの仲間じゃないの。仲間？僕の仲間？プータン！プータン！ただいま参上。もう今までどこに行ってたのよ。ふん、ヒーローは遅れた頃にやってくる。安心していいぞアンヌ。私が来たからには好きにさせないぞ。くらえ。よし、それならこれでどうだ。置いては逃げられないだろう。仲間？いい響きだよな、仲間って。ヘブン！夢の世界だから、ミータンの心の影が広がればこの世界は、そいつはミータンの心の影なんだよ。違う、違うわ。私この世界を潰したくない。プータンたちをなくしたくない。大切な仲間たちを失いたくない。だからあなたなんか生まれるはずないわ。だからだから、こっから出てんだよ。
君が魔王を倒してくれたおかげさ。すごかったわ、ミゼちゃん。トイズボックスも全て元通り。やっぱりミータはすごいや。あ、そう。ミータン。私のせいだったんだよね。魔王は私が作ったものだったんだよね。そんなことを。魔王なんて人間誰しも持つものなんだよ。ミータのせいじゃない。でも私、さあ魔王を倒したし、ミータをここに引き止める理由もなくなった。現実世界に帰ろう。ちょっと待ってよ。私ずっとこの世界にいるわ。そうすれば魔王が出ることもないもの。夢と希望の心が持てるんだもの。ううん、それは違うよ、ミータン。え？夢は現実があるから見るものなんだ。もし夢ばかり見ることができても、それは結局夢でしかない。ミータン、現実を夢に変える方が素晴らしいと思わないかい？でも私一人じゃ生きられない。プータンたちと別れたくない。何言ってんだよ。僕とミータンはいつでも一緒だろ。ヘブンだってリコちゃんだって現実の世界でもちゃんとミータンのそばにいるんだよ。そばに？ミータンの胸の中にね。ね、プータン。うん、水江ちゃん。ちょっとリコちゃん、もうリコちゃんったら。私のことも絶対に忘れないでよ。うん、忘れないわ。どんなことがあっても。やっぱり夢なのかな。また会えたね。あ、負けないわよ。だってプータンがそばにいてくれるんだもの。秋山君。はい。この間君が出した企画あったろ。ほら、あれ、トイズボックスですか？そう、それ。昨日のプレゼンでも好評でね。先方もえらく気に入ってたよ。本当に？やったじゃん、水江。なんか最近調子いいんじゃないの？男でもできたんじゃないでしょうね。そうね。フィアンセがね。ちょっと何よ、初耳よ。こら、白状しなさい。誰なのよ、一体。内緒。会社の人？兄ちゃん教えてよ。
けない。